日本共産党の畑野君恵です。まず無戸籍の問題について伺います。2014年7月31日に事務連絡、戸籍に記載のないものに関する情報の把握及び支援についてが出されました。その調査を受けて毎月統計を出されていますが、現時点で無戸籍の方が何人いらっしゃると把握されましたか、伺います。三山民事局長。無戸籍の方の数ですけれども、3月10日現在の数字ですが、567名の無戸籍者を把握しております。これは法務局において市区町村の窓口を通じて無戸籍者の存在に関する情報を集約したものですが、未報告の市区町村もあることから、暫定的な数字ではございます。畑野さん。はい、4月10日でもまた出るということですよね。で、その中で自治体の話がございましたが、無戸籍の情報を保有している自治体の状況を伺いたいと思います。またこの間報告を提出した自治体、そして未提出の自治体についても伺います。はい、三山局長。先ほどと同じ本年の3月10日現在の数字ですが、全市区町村、これは1896ございますが、そのうち1871、全体の約 98.7% ですけれども、から情報提供がありまして、そのうち325の市区町村、全体の 17% が無戸籍者の情報を保有しているという回答でございます。従いまして、全市区町村のうち、法務局に対して情報を提供していない市区町村は全国で25ございまして、比率にすると約 1.3% でございます。もっともこれらの25の市区町村についても、情報提供の働きかけをこの間行っておりまして、今後は情報提供がされる見通しが立っているところでございます。畑野さん。ということで、無戸籍という情報を保有している自治体は、17% ということでした。把握を進めていただいていると、当初200人という状況から、現在567人と、さらに4月段階で、また新たな把握の状況が出ると思うんですけれども、まだ氷山の一角というふうにも言われております。無戸籍の実態を把握するために、徹底した調査が必要ですけれども、どのような調査をされていらっしゃいますか。三山局長。先ほど委員もお触れになりましたけれども、昨年の7月31日に無戸籍者の存在を把握するための担当課長通知を出しておりまして、この通知によって調査を行っておりますが、その方法はまず市区町村や児童相談所などが業務の過程で無戸籍者の存在を把握した場合には、市区町村の戸籍担当者がその情報の伝達を市区町村内で受けます。で、市区町村の戸籍担当者は次にそれを法務局にその情報を提供する。で、法務局において、それを集約をいたしまして、さらに法務局が月一遍これを法務省に定期的に報告するという形で調査を進めております。なお法務局では市区町村からの情報の集約を受けるだけではなくて、無戸籍者に対して戸籍に記載されるための手続きを案内するということも並行して行うこととしております。畑野さん。上川法務大臣に伺いたいんですけれども、実態把握をされていると思うんですけれどもね、こういうことではまだまだ無戸籍の解決どころか実態の把握っていうのを十分に進めることはできないんじゃないかと思うんですが、ご認識はいかがでしょうか。はい、法務大臣。この無戸籍の問題につきましては、その国民の皆さんのある意味では日本の国で生活をしたり、あるいは働いたり教育を受けたりという非常に大事な社会的基盤の前提になるものであるということでございますので、これはまさに人間の尊厳に関わるということで、大変重大な問題であるというふうに私も就任当初から大変心を砕きながら取り組んでいるところでございます。
今法務省の中での取り組みにつきましては民事局長からご報告をさせていただきましたけれども、無戸籍の方の一人でも多くの方にしっかりと権利を獲得していただくためにも、きめ細かな実態把握というのは大変大事なことだというふうに思っております。そして同時に把握をした方に対しては一日も早く戸籍を作っていただくべく一人一人の実情があるということでございますので、その方に寄り添ってしっかりとしたサポートをしながら一日も早く戸籍を取っていただくべくご案内を丁寧にさせていただくということを徹底してまいったところでございます。そういう意味では実態把握が非常に大事なことでございますので、月ごとに集計をするということでありますし、また過去無戸籍の方がいらっしゃるというふうにおっしゃった方の中でも市町村の中でも、その時間の経過とともにプラスされているというケースもございますので、まさに徹底した調査をして、継続してまいりたいというふうに考えております。畑野さん、そこで伺いたいんですけど、例えばですね、無戸籍の方が母の元夫を父としないという戸籍の記載を求める場合に裁判手続きはどのようになってますか。はい、宮間民事局長。今のご質問は母が離婚後300日以内に出生した子についてのお話だと思います。この場合に元夫父としない戸籍の記載を求めるためにはご指摘のとおり裁判手続きが必要でございます。それは大きく2つございまして、1つは親子関係不存在確認の手続きです。でもう1つは強制認知の手続きでございます。で、もう少し詳しく言いますと、このうち親子関係不存在確認の手続きというのは子が母の元夫を相手、として法律上の父と子の関係がないことの確認を求める家事調停あるいは訴えを提起するということでございますので、元夫を相手にする手続きでございます。これに対して2つ目に申し上げた強制認知の手続きというのは、子どもが血縁上の父、実際のお父さんとされる人を相手方として認知を子どもの側から求める、やはり家事調停あるいは訴え提起ということですので、元夫はその手続きの当事者ではないという違いがございます。ただ強制認知の場合でも、これは裁判所で嫡出推定が及ばない事情があることを認定していただく必要がございます。で、その立証のために元夫の関与を手続き上求めること、これは裁判所の個々の事案における判断としてあり得るところではございます。畑野さん、上川法務大臣に伺います。今話がありましたけれども、血縁上の父に対する強制認知と、それから母の元夫に対する父子関係の不存在確認などの手続き、いや本当に複雑な手続きが必要とされておりましてですね、無戸籍の方が手続きの入り口のところで思いとどまってしまうという実態があるのではないかと思いますが、ご認識はいかがでしょうか。上川大臣。まさに委員ご指摘の状況があるというふうに理解をしているところでございます。無戸籍者の方の中にはどのような手続きを取れば戸籍が取得できるのかということについてなかなかわからないと、また裁判手続きを取ること自体、抵抗感、躊躇をするというようなことがございます。そうした意味で法務省におきましても、先ほど申し上げたとおり、その方が発見された暁にはしっかりと寄り添う形で丁寧に戸籍取得を一日も早くしていただくということでございますが、それに全力で取り組むということが1点で、さらにホームページを実は改定をいたしまして、どのような形で裁判手続き等にアクセスすることができるかということについての必要な情報をできるだけ分かりやすくホームページで記載をするということであります。昨年の7月および今年の3月改定をさせていただいたところでございまして、そうしたものもぜひともご利用いただきたいというふうに思うところでございます。
また法務省におきましては、この相談に来られた方に対しての丁寧な対応ということでございますので、まあ、そうした来られた方がどのような理由で、まあ、戸籍がなかなか取得できなかったかというようなことも十分に把握をしながら、その無戸籍者の解消に向けまして、寄り添ったサポートを、さらにきめ細かくしていこうということで、取り組んでまいりたいと思っております。片野さん、早く親子関係をですね、できるようにしていただきたいというふうに思うんですね。それで法務省が調査しているように、戸籍に記載したくない理由の第一に、夫の嫡出推定を避けるためという事態があります。でこれは理由の全体の 70% も占めているんです。で先ほどもですね、実の父親を認定する強制認知でもですね、場合によってはその裁判官が例えば DV をやった元夫を呼ぶなどという事態が生まれてですね、これはもう呼ばなくてもいい状況なのにわざとこう呼んでくるとかですね、それでもう本当に行きたくないというふうに女性の場合が思われるということもあると伺っているんです。で夫の嫡出推定を避けるためっていうね、この最も多い理由を見てみてもですね、この問題というのは民法772条による嫡出推定にかかる問題ではないかと思うんです。でそもそも親子を早く確定するための規定がですね、これだけ今多くの無国籍の方を作っていると。で本当の父親でない元夫が戸籍に記載されることは、まあ、真実でない不実の記載になるわけですね。だから選ぶとしたら不実記載か、それともこう無戸籍かと、まあ、どちらかにならざるを得ないという実態があると思うんです。でさらに日本が締結している子どもの権利条約第7条でですね、児童は出生の後直ちに登録されるという子どもの権利条約にも違反するものだと思うんです。そこで上川法務大臣に伺いたいんですが、上川大臣は所信表明で無戸籍の問題について述べられてですね、成熟した社会へ成長するための試金石として無戸籍の解消に取り組んでまいりますというふうにおっしゃっておられます。私も全くその通りだと思うんです。で専門家の方たちに議論していただく必要があるんじゃないかと。で法務大臣が法制審議会に諮問をして、こう解決に向けて法制化へのこう議論を進めるべきではないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。上川大臣。先ほど委員の方からご指摘ございました、この嫡出推定制度についてということでございまして、そもそもこの制度でございますが、法律上の父子関係早期に確定をする、そして家庭の平和が脅かされる事態を防ぐことによって、この利益を図るということを趣旨とするものでございます。その意味では制度が存在することによってもたらされているこの利益というのは、相対としては非常に大きいものというふうに考えております。その上で民法707条の改正ということでご指摘がございましたけれども、改正の要否、また改正する場合の制度設計ということにつきまして、さまざまなご意見がありますし、ご議論もなされてきたことだというふうに思っております。今後は国民的なご議論しっかりと踏まえて、慎重にしっかりと検討していく必要があるというふうに私は思っているところでございます。はい、畑野さん。明治時代に作られた法律で、子どもを守るためと、子どものそういうための制度だというふうに思うんですが、しかし今では医療制度や、あるいはいろんな制度が進んでおりましてね、制度が実態に合わなくなっているということもあるというふうに思います。ぜひ無戸籍の子どもを生み出している、これでどうして子どもを守っていけるのかということですので、ぜひ専門家の皆さんの議論も、国民の皆さんの議論も含めてですが、法制審にも諮問されて、改正に向けての議論をぜひ進めていただきたいということを申し上げておきたいと思っております。次の質問に移るので、はい、次に盗聴事件について質問をいたします。私は1986年に起きた当時日本共産党国際部長の緒方康雄宅盗聴事件に関する住民訴訟の
原告として盗聴事件の人権侵害の過程をつぶさに見てまいりました。いかに盗聴が、盗聴される本人はもとより家族に対して多大な精神的ダメージを与えるものかをよく理解しております。緒方康雄さんは緒方金子さんとの共著、告発警察官電話盗聴事件で次のように述べられています。我が家の電話線が枝分かれさせられて盗聴可能になっていることが NTT の職員の調査で明らかになった時の私の気持ちはとても言葉では言い表し尽くせないものだ。まさかと思いながらも盗聴されていたことが明らかになった時最初に思ったことはあんな会話こんな会話も聞かれていたのかという憤りと悔しさであった。暗淡たる気持ちに陥ったその無念さが今でもよみがえってくる。コートなしでは耐えられない曇り空の寒い日、盗聴のアジトとされたアパートメゾン玉川学園の通りの前でめまいのような気分に襲われたことを今も思い出す。また緒方金子さんは次のように述べています。我が家の電話が盗聴されている、まさか冗談でしょ。これがどうも事実らしいと夫から最初に聞かされた時の私の心情でした。そのうち NTT の方がうちの電話を使って自重を出してください、警察に連絡をしたなどと話しています。ああやっぱり本当だったのだ、これは大変なことになったと思った途端背筋がゾッとしてきました。上川法務大臣にお伺いします。まず一般論として盗聴という行為が憲法で保障された基本的人権である通信の秘密プライバシー権を侵害し、ひいては表現の自由をも侵害することにつながるものですが、上川大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。上川大臣。あくまで一般論ということでございますけれども、捜査機関による通信の秘密を違法に侵害する盗聴ということにつきましては憲法が保障する基本的人権を侵害するものであってあってはならないというふうに考えております。はい、畑野さん。ということでございます。そこで法務省に伺いますが、この緒方康雄宅盗聴事件の概要についてご説明いただけますか。法務省林刑事局長。お尋ねの事件でございますが、神奈川県警に所属する警察官2名が共謀の上、昭和61年11月に当時の日本共産党国際部長らが発受する電話の通信内容を盗聴しようとしたという電気通信事業法違反等の事件でありまして、東京地検におきましては事件に関与していたと認められた警察官2名を起訴猶予処分にしたものと承知しております。はい、畑野さん。近くのアパートに緒方宅の電話線を切断し引き込み親子電話のような優先方式であったために多数の証拠があって東京地検特捜部により神奈川県警公安警察官5名による犯行と特定をされた事件であります。しかし実際は2人について電気通信事業法違反の起訴猶予などですね、全員が不起訴になっているんです。多数の証拠があるにもかかわらずこの検察の判断には憤りを私覚えました。でこの不起訴処分について不審判請求に対する東京地裁の決定というのは警察官が職務の行為として電話盗聴を行ったことを認め組織的行為と推認することができる、警察官において盗聴に成功したものと推認することも十分可能であると述べています。でまた東京第一検察審議会の議決では不起訴処分は不当である、現場に消去した盗聴テープが残されたことから見て常識的にも盗聴が成功したと見る方が自然であると厳しく不起訴処分を批判しております。それでは本件のこの についての認識を警察庁に伺います。警察庁塩川長官官房審議官。昭和62年当時
東京地方検察庁の捜査において警察官による盗聴行為の未遂があったと認められた、このことについては残念なことであるというふうに考えております。今議員の方から、東京地方検察庁の捜査また諸々の裁判等についての、お話がございましたけれども、東京地方検察庁においては、この、行為についての組織的関与は認定しておりませんし、また、国賠訴訟の判決等においても、組織的犯行と断定したものではなかったというふうに承知しておるところでございます。いずれにいたしましても警察としては違法な通信の傍受は過去にも行っておりませんし、今後も行うことはございません。畑野さん、とんでもないことでね、組織的行為と推認することができる含めてですね、しかしこれも本当に不十分な結果ですよ。このような、ね、事件がそもそも起きているということが、憲法で保障された基本的人権が捜査機関によって蹂躙されると、そういうことを示しているじゃありませんか。さらにですね、尾形拓盗聴事件に関する国家賠償請求事件についての判決はどのようなものだったか簡潔にお示しください。はい、警察庁塩川審議官。今、議員ご指摘の、国家賠償、訴訟の、控訴審判決では、警察官である個人3名がいずれも県の職務として行ったものと推認することができると判事しておりますが、組織的犯行と断定した判決ではなかったというふうに承知しております。いずれにせよ、警察としては違法な通信の傍受は過去にも行っておらず、今後も行うことはございません。警察としては適正に法を運用してまいりたいというふうに考えております。はい、畑野さん。はい、これもとんでもないことでございまして、国家賠償請求訴訟の東京高裁判決ではですね、原告のプライバシー権の蹂躙による損害について憲法上保障されている重要な人権である通信の秘密をはじめ、プライバシー権の権利、政治活動の自由等が警察官による電話の盗聴という違法行為によって侵害されたものである点で極めて重大であると指摘して、盗聴が行われたことを認定しております。さらに盗聴の性格について、電話回線の傍受による盗聴はその性質上、盗聴されている側においては盗聴されていることが認識できず、したがって盗聴された通話の内容や盗聴されたことによる被害を具体的に把握し特定することが極めて困難であるから、それゆえに誰との何時いかなる内容の通話が盗聴されたかを知ることもできない被害者にとって、その精神的苦痛は甚大であるというふうに述べております。でさらにですね、盗聴の期間中は継続してこれらの通話が盗聴にさらされ、さらには録音されていたことが推認されるのであるから、盗聴された通話の内容や盗聴されたことによる被害を具体的に証する証拠はないものの、その精神的な苦痛は極めて重大かつ甚大なものと認められるとしてですね、盗聴がどれほど人権侵害になるかというのを明言しているんですね。で現在の通信傍受法ですが、これが持っているこう本質的な問題というのは、このような人権侵害の危険性があるということをですね、強く申し上げておきたいと思うんです。で現在の通信傍受法について伺いたいんですが、これは経緯を話すと長くなりますから簡単に言いますが、1997年に法制審の要綱骨子案が出されて、地方議会の反対意見書をはじめ国民的な反対運動が起こりまして、そして1998年に法案として提出されましたけれども、これはですね、継続審議になりました。で1999年に審議が再開されたときもですね、この衆議院の法務委員会の理事会では慎重審議ってことが合意されたわけです。でところがですね、その合意を踏みにじって与党が強硬的に修正案も出したわけですね。本当に大変な中での強行採決だったと思うんです。私もその時に国会におりましたからよく覚えております。その結果、修正案では対象となる犯罪を重大犯罪4類型に限定をし、常時立ち会い人を置くことに加えて、
立ち会い人に意見を述べるようにできたということも加わったわけですけどね。でそこで伺いたいんですが、現在電子メールにかかる通信傍受令状が出された場合において傍受を許可されたメールのみを記録するための装置というものを2001年度予算で配備をしたということでございますが、現行法ではメールの傍受が可能とされているんですけど、それでは具体的にどのような方法をもって実施をされているのか、具体的な運用状況をご説明ください。警察庁露木官房審議官。お答えをいたします。委員のご指摘のとおり、平成13年度、警察庁におきましては16式、予算額1億3223万円でございますけれども、防受装置の整備をいたしましたことに続きまして、平成15年度にも、2式予算額9283万円で、さらに平成27年度、今年度でございますけれども、1式予算額6231万円、これはまだ計上という段階でございますけれども、整備をしてまいりました。でこの機器によってどのようにメールを傍受するのかということでございますけれども、法的技術的には、2つほど考えられます。メールが電気的に通過する伝送路上において、傍受令状に記載された特定の通信手段にかかるメールを構成するデータを選別して傍受する方式と、それからもう一つでございますけれども、サーバー等に設けられたメールボックスにおいて、当該メールを受信する都度、即時に当該メールデータを補足する方式というものを2つほどが考えられるわけでございますけれども、現在の私どもの機器におきましては、前者の方式を取るということでございます。はい、畑野さん。ちょっと加えて伺いたいんですけど、令状の請求についてどうなっているかということとね、それから電子メール傍受機器を用いることによって、Facebook などの SNS、それからLINE など、現在使われているいろんな通信手段については、対応可能なのかということを、併せてちょっと教えていただけますか。露木審議官。まず傍受のこれまでの実績でございます。毎年国会に傍受法に基づきまして報告をさせていただくことになっておりますけれども、その結果にもございます通り、いずれも携帯電話による通話を傍受したものでございまして、それ以外の通信を傍受した事件はございません。それからSNS についてでございますけれども、先ほど申し上げたような個々 のメール傍受機器によりまして、具体的にどのような通信手段の傍受が技術的に可能となるのかということを明らかにいたしますと、犯罪者側に対抗措置を取られるという恐れもございますので、その点についてはお答えを差し控えたいと思いますけれども、ただお尋ねの SNS につきましては、先ほど委員もおっしゃったように、法律上は傍受をすることができる通信に該当するものでございますので、警察といたしましては、この法で認められた通信傍受が技術的にも可能となるように努めているところでございます。はい、畑野さん。後者の方は否定をされませんでした。で昨今の通信手段の主流というのは電話による会話から、電子メールによる通信に移り変わろうとしておりまして、電子メール使用によって通信の内容はより詳細かつ多量の情報のやり取りが可能となっております。ですから電子メール傍受について技術的に言ってもですね、通信傍受令状によって権限を与えられた範囲内で限定することはできるのかということはですね、大変疑念を持たざるを得ないということです。で現在の制度では立ち会い人が必要とされておりました。でこのことは、手続きの拡大を事実上歯止めをかけるということになってきたのではないかというふうにも思うんです。でところがですね、通信傍受法を改悪しようということで法案が出されておりますけれども、憲法によって保障された通信の秘密、プライバシー権が侵害される可能性がですね、さらに拡大されるということが明らかになってくるのではないでしょうか。上川法務大臣のご認識をお伺いします。はい、上川法務大臣、時間来てますから短くお願いします。
通信傍受法におきましての傍受についてでございますけれども、通信の当事者のいずれの同意も得ないで通信を傍受すること、これにつきましては通信の秘密、そして私生活上の自由を制約するものであるということでございまして、まあ、これはでありますけれども、この通信傍受法に基づく通信傍受につきましては厳格な要件手続きの下でのみ認められるということで、その意味では通信事業者の当事者の通信の秘密、私生活上の事業不当に制約するものではないということでございます。でこの新たに、まあ、通信、傍受につきまして、まあ改正をお願いしているということでございますけれども、まあ、それにつきましても重大な組織的犯罪につきまして、まあ、犯罪の高度の嫌疑があること、また他の捜査方法によっては犯人を特定し犯行状況を明らかにすることが著しく、まあ、困難であることなど、さまざまな厳格な手続き要件を設けた上で、先ほど立ち会いということもございましたが、この間十数年経っておりまして、技術的な進歩があるということでございまして、そうしたものを例えば暗号技術でありますとか、そうしたものを十分に踏まえた上でこの立ち会い人のに匹敵する役割を技術的に果たすことができるという、そういう想定の中でお願いをしているところでございます。最後に、はい、終わりますが、先ほどの警察のね、認めもしない謝罪もしないと、こういう方たちにですね、さらにですね、権限を拡大するというのは到底認められません。こういう法案をですね、審議すべきではないし、また一部可視化や司法取引などともまとめてですね、出すということはね、これは全く認めることはできないということを申し上げて質問を終わります。